車も乗って初めて覚える。他の人が乗って教えてもらう。うん、そうなん？オープンやったら入ろうか。オープンな？こんにちは。もういいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。一人です。はい。ちょっと関西の方から。なんか、ツイッターで、こちらのが美味しいっていうのを見て。で、はい、新幹線に乗って。来ました。土曜日に休みが取れたんで、はい、うわもう嬉しいです。なんか11時半やと思ってたんですけど、空いててよかったです。大丈夫です。はい、もうね決めてて、あ、もう決めてあるんです。これが1番か4番までできますね。島原のってどれでした？島原2番です。あ、そうですよね。だから2番だよね。もちろん3個、はい。これよりも小さい小餅ですよ。うちで作ってるので美味しいです。どうしよう。じゃあ4。カロリーはね低いから5個でも入ります。はい。じゃあ4にします。4ね。じゃあ幸せの。はい、幸せの。はい。まあ遠いところからそれは感謝申し上げます。とんでもないです。ありがとう。いただきます。そうですね。はい。ラーメン屋と一緒で。野望が違います。しばらくお待ちくださいませ。島原のお餅55ですね。はい。ミステリー小説の書き手としては一番美味しいです。僕のことをです。竹を着た方で降りたらいい。竹を着たらね。じゃあ早い。安くて早い。ここでやっぱり新聞がされたんです。じゃあ全員島原の。そうですか。うちの祖母が作ったお雑煮がすごく。うちここいっぱい使うんですよ。大濠公園、福岡市美術館口、折口が左側です。扉付近の方は手を挟まれないよう扉にご注意ください。ここ最後尾。多分並んでるみたいです。あ、わかりました。並びます。どれが一番美味しい？私も初めて。どれしようかな。マスクなど鼻と口を覆うものの着用ます。着用することが難しい理由のあるお客様はただいまのお時間にお知らせください。飛沫防止のため機内での会話は極力